東源台港桃源台駅、東源台港は、神奈川県足柄下郡箱根町元箱根にある、箱根ロープウェイの駅並びに、箱根観光線の専用港である。両施設はさらに、箱根登山バスと、小田急箱根高速バスの路線バスを加えて3種類の交通機関で旅客ターミナルを共用する。神奈川県の最西端に位置する駅である。駅番号、港番号は、 O65 駅舎の2階にロープウェイ乗り場、1階にロープウェイの改札及びロープウェイバス乗車券売り場と土産物店、地下1階にレストラン、地下2階に箱根観光線乗り場があり、各フロアはエスカレーターエレベーターで連絡している。当駅は箱根ロープウェイの終点駅となっており、同じく終点駅の早雲山駅と共にロープウェイの 緊張設備が設置されている。小田原駅行きの路線バス、桃現代バス停が設けられている。以下の路線が発着する。駅は小田急グループ交通機関の結節点であり、港及びバスターミナルと一体的な施設となっている。西部グループ、伊豆箱根鉄道の交通機関は乗り入れない。当駅付近は集落標識に従うと、小尻の集落街になる。 小尻集団施設地区 AB、箱根ロープウェイをもっと知ろう。箱根ロープウェイ、2015年10月18日閲覧。箱根のやや活発な地震活動、神奈川県温泉地学研究所、2015年10月18日閲覧。火山名箱根山噴火警報、気象庁地震火山部、2015年10月18日閲覧。 折り紙で表なし箱根、桃源大窓口の女性奮闘、かなるこ。神奈川新聞。2015年10月18日へ閲覧。火山名箱根山噴火警報。気象庁地震火山部。2015年10月18日へ閲覧。箱根ロープウェイ大工場数回ルートによる運行開始について。小田急箱根ホールディングス。箱根ロープウェイ。 2015年10月18日へ閲覧。箱根ロープウェイ代行バス県道開通による運行経路の変更について、箱根ロープウェイ、今日から一部再開、紅葉に合わせ待ちも強化。東京新聞。 http://www.tokyo-np.co.jp スラッシュアーティクルスラッシュ神奈川スラッシュリストスラッシュ201510スラッシュ CK201510302020181.html2015 年11月7日閲覧箱根ロープウェイ十六日から全線での運行再開。 NHK2016 年7月23日時点のオリジナルよりアーカイブ2016年7月22日閲覧火山名箱根山噴火警報令和元年5月19日2時15分気象庁地震火山部箱根ロープウェイ運休及び代行バスの運行について箱根ロープウェイ2019年5月19日一部区間で営業運転再開交通新聞 箱根ロープウェイ、全線で、再開5ヶ月ぶりの景色に完成。朝日新聞デジタル。https、w w w a s a h i c o m articles、asmut514-hamcha-lab-00、html2020 年3月11日、閲覧。東源大駅、駅構内、案内図。小田急箱根ホールディングス。2020年4月5日閲覧。 35.235443、35. 35 138.997733、桃源代行に関するカテゴリありがとうございます。